お、これはもういろいろある。せっかくソビーが来たんだからもうこれですよね。ソビー、なんかもう隠してる。もはやなんか一個隠してる。現金隠してたけど、こちらソビーの知ったモモン勝ち。わいぼちぼち。じゃあソビーお願いします。任せるかモモン。このコーナーは今注目の企業や商品の最新情報を紹介する大事な大事な企業案件だモモン。最後にはご覧の視聴者のみんなにもお得な情報があるからぜひ知ってほしいだモモン。そう、ありがとう。コメントもたくさん欲しいよ。よろしくだモモン。はい、ということで、はい、今回の商品はこちら、ラビー。ラビー。ラビーということでですね、あの実はねノブの右側にね、そのゴールドの布に包まれた、それそう、それがあるんですけれども、はい、その布を外していただいてもよろしいでしょうか。これソビーが外すんだ、これもしかして。あ、もう嘘。ソビーが外すのね、これね。あら、ほんと自分でできるんだ、すげえな、ソビー。どういったもんかって、ソビーがせーの、はい。ソビー上手。おお。ソビー消えた。ソビーが消えた。進行しなきゃなのに、あっ、ソビー大丈夫？ NEC の。ソビー大丈夫？見えないよ。やめて、やめて、見えない。ちょっと、あ、見えた。よかった、ソビー。ごめんね、みんな。ちょっとごめんね、みんな。よし、あのね、こちらは NEC の最新パソコン、モバイルパソコンのラビ N13 と高性能フラグシップモデルのラビネクストリームインフィニティだわわー。おー、ちゃちゃちゃーん。すごいね、この2つを紹介してくれるの。ソビーが。そうなの、そうなの。おうおうおう、ね、ちょっとどっちも気になると思うんだけど、まずは N13 から紹介するの、まま。おう、どういう特徴があるのこれ。今回はね、その魅力を3つのポイントにまとめたから。おうおう、かわいい。それを見てほしいの、まま。おう、はい、こちら。冷静に見たら黒子をやったのかと。すいません、長崎さん。どうか座ってていいんだよ。すいませんでした。ありがとう、優しい。はい、ということでね、まず1つ目ポイント1は、長時間のバッテリー駆動。駆動時間なんと、ペロ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 時間。ペロ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 時間。ペロペロ時間。ペロペロできる時間、1時間もできないですね。ペロペロは無理。なんだろう、効果を。今の効果が問題かな。ということで、友和ノブはさ、このペロ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 のとこは何時間だと思う？俺、1時間無理っす。バッテリーでしょ。そう、バッテリーの時間でしょ。時間、そうそう、ちなみにお前下ネタだろ。ダメ、下ネタはダメだぞって言われたでしょ。ちょっと、そんな1時間ペロペロは無理だよ。言ってない、言ってない。びっくりした、言ってない、言ってない。しょっぱなから攻めんなと思って。本当に言ってない。なっちゃうんですよ、関さんがそれ言ったらそうなっちゃう。俺何も言ってないですよ。バッテリーのね、バッテリー、バッテリー、そう、バッテリーの時間でしょ。ちなみにスタッフの調べでは、同じサイズのノートパソコンの平均バッテリー駆動時間は 5.6 時間ぐらいらしいの。なるほど。 それをね、じゃあ 5.7 時間ぐらいじゃない。あ、いいとこ言われて。僕 5.8 時間でしょ。ね、だってなかなかそんなに急激に伸びないでしょ。難しいと思う、確かにね。5.8 時で、 5.8 でいく、はい、視聴者のみんなはどうだろう。なんか視聴者はどう、どうかな。視聴者ね、視聴者さんは、あ、ごめん、視聴者も俺のせいでペロペロ時間。ごめんごめん、もう本当気にしないでほしい。本当に視聴者もみんなペロペロから離れて。ごめん、ゾンビがペロペロ言ったのか。ぜひあの、何時間だと思う、みんな。どう、ね、みんな何時間だと思う、うん、何時間？ 1 時間、1時間だって。1時間、多いよ、多い。1時間ね。1時間。10時間とか？もうみんなその下ネタだ、下ネタだばっかり反応。あら、僕のせいだ。申し訳ない。すいません。はい、ということでね、じゃあ、はい、大した答えはないです。はい、大体1時間。1時間とか6時間とか言ってますね。あ、本当？うん、6時間もいる。正解は、こちら！ 12 時間！すごいじゃん。だから今までのおよそも2倍強。そうなの、そうなの。実はこれ車だったら東京から福岡で、飛行機だったら日本からドイツまでの移動時間、ずっと稼働できるっていう時間なんだもん。渋滞してた場合はでもたどり着かない。そうですね、うん、そこもでもなんとかできると思いますよ、ね、そうそう、気持ちいい。まあ、風向きによってはもっと早くドイツまで着くそうですね、こともあるかもしれない。あるかもしれない。そしたらドイツについても使えるってことだよね。そうですね。そうそう、で、うん、最長18時間持つモデルもあるんだって。N13 の中のシリーズね。すごくない？すごい。みんな当たってないよ。だって大体一桁だもん、みんな。うわ、本当だ。ちょっとペロペロに夢中だった。これはすごいことだね。ね、すごい。すごいですか。すごいな。では続いてポイント2。とにかく軽いということで、本体がなんとペロ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 と
同じ重さ、うん、なんだろう、ということで、どれくらいの重さ、12時間もあるバッテリーだったら本来めっちゃ重いはずですけどね。確かに確かに、基本的な考えでいくと、そうね、どれぐらいだと思うか、でっかいはずですから、それじゃ持ち歩けないもんね。おだ軽く、軽いんだろうね、きっと。2人はまずどれぐらいだと思う？そうだら、うん、そうだね、本体がなんと、本体がなんと、うん、軽いものでしょ。軽いもの、軽いものってなんだろう、でも、うん、まあ、でも、うん、2リットルのペットボトルって考えたら、はい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 、2リットルだから2キロとかが12時間のバッテリーありますからね、だって実際。はい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 、はい、じゃあコメントはどうかな、みんなどう、どうみんな、どうみんなどうか、うん、日本からドイツって書いてあります。確かに、うんうんうん、ソビー抱っこしてる関さん可愛いって。あ、なるほどね、うん、ドイツ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 、 ドイツ重さ重さ重さがドイツ。ソビーって体重どれぐらい？ソビーはハート4つ分ぐらいかな。ハート4つ分、ハート1個はどのぐらいですか？これはどうしよう、リアルに。あ、だからコメントどうかな、コメントがね、ちょっと待って。高田純、ね、高田純次さんぐらい軽いんじゃないですか。高田純次さん、うん、高田純次さんは800g とか、ノリが、ノリが、うん、だいぶ軽いですからね、うん、散歩されてる時ももうなんかすぐ仲良くなれるぐらいの軽さ。髪の毛1本分の同じ重さ、やばい。それはほぼほぼないに等しい、ほぼ感じないみたいな、もう相当ですよそれ、うん。あ、でもね、正解の人もいるかもしれない。正解がいるの？よし、じゃあ正解の人もいたので、ちょっと正解を言います。正解はこちら、なんとその本体がリンゴ3個分。リンゴ3個分の人いっぱいいたけど今、そうってことはメロン1個分ってことだね。その重量なんと1キロくらいしかないんだもん。軽い。1キロすごいよね。1キロですか。そう、じゃあね、今ね、実はね、リンゴも準備しているんです。なので実際どれぐらいの重さか持ってみようか。全然こっち持つけど俺。そう、両方持ってみようかなと。じゃあ持ち比べるってことね。まずこれ、そうそうそう。それでほら、カゴのザルの重さも、こっちの方が軽く思います。やっぱザルの重さのせいで。あ、ほんと。軽い。軽いよね、すごい軽いよね。なんで軽い。そう、トモカズが、トモカズも持ってみる。こっちの方が軽いって。あ、めっちゃ軽いよ。もうソビーの方が重いっすね。ソビーの方が重い。そう、お前の方が重いよ。こちらも、うん、あと4つが、そう、ソビーよりも軽い。リンゴ3個よりも軽い。いや、そうですよね。そう、それで12時間も持つってすごくない？すごいね。すごいよね。ね、今度リンゴ3個なんか本当1時間ぐらいで食べきっちゃうのよね。そうですよね、うん、確かに。12時間ですからね。よし、じゃあ次行ってみようか。おい、よし、じゃあ戻してもらって。あ、ごめんね。どうぞ。よいしょ、ありがとうございます。ありがとう。よし、じゃあポイント3。なるほど。とっても頑丈ということで、満員電車でも壊れない堅牢なボディで 150kg フォース圧のメンカーツ試験に合格しているんだもん。 150kg フォース圧、フォース圧ってどういうこと？で、なんか分かんないよね。分かんない。このメンカーツ試験っていうのは、うん、パソコンの上に板を置いて、はい、パソコン全面に均一な圧力を加える試験なんだって。あ、なるほどね。そうそう。で、この N13 はなんと150kg の圧力に耐えたんだもん。ってことで、ね、150kg の人が乗っても潰れないってこと、うん、ってことになるよね。そう。で、その頑丈さはアメリカ国防総省がどんな過酷な環境でも物資を問題なく運べるよう定めた品質基準のミル規格っていうのに準拠しているんだって。すごいよね。ということでね、アメリカも認めた。そうなの、うん、そうなんだよ、ね、ということでね、ということで今回特別に N13 の丈夫さを検証する実験をします。どうやって？その名も満員電車ぎゅうぎゅう検証しよう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 ということで。あー、かわいい。横移動してるソビー。飛べるんだねソビー。そうなの。ということでね、うん、その検証をするためにこのね、とんでもなくすごい人をお呼びしました。どういうこと？カモーン。検証で。うわー、すごーい。うわー、え、でかー。すごーすごい。腕太っ。え、後ろのバスケットボールよりでかいよ。うわー、ほんまや。すごい。バスケットボール、うわー、すごい。すごい。やばい。恥ずかしい。また始まった。恥ずかしい。実は夜遊びには何度か来てくれている自称日本一太い腕を持つボディービルダー、その名もパパイセギネ。うわー。
コパイヤ。恥ずかしい。どうしよう。かわいい。始まっちゃった。恥ずかしい。恥ずかしい。ポパイさんに潰してもらうってこと。あ、ソビを。パソコン。それもできるのかもしれないけど。耐えられる？50キログラム放射線以上できますよね。そうなんですよ。ちょっとね。300キロ。ちょっとそうですね。ウォーミングアップですね。違うの。じゃあね、とりあえずまず、ポパイちゃん、挨拶がてらそのパワーをもう一度見せつけてやってください。任せてください。はい、よし。何するの？おーい。イエーイ。おーい。よし。よし。じゃあノブ、やってもらいなよ。何俺？ノブ、お姫様のあれをやってもらいなよ。トマトになるのかと思った俺は。M 字回転、M 字回転。イベントです、それは。え、どうしたらいいんですか、僕は。お姫をやって。じゃあ、お願いします。はい。絶対無理です。すいません。絶対無理です。どうしたらいいんですか、僕は。じゃあ、ここ掴んでいただいて。ここ。お姫を。せーの、よいしょ。うわすごい。あれ、やだ。かっこいい。ちょっと、あ、すいません、ありがとうございます。いや、めちゃくちゃいい匂いします。びっくりしちゃった。すごいパワーだよ。すごいですね。いやでもこれしかできないんです。ほら、さすがのパソコンも。これは危ないんじゃないか。ポパイさんにはもう無理ですよ。ということでね、こんなね、ポパイちゃんと何をしようかと言いますと、どんな実験をするか説明いたします。これからノブには満員電車を再現した密室にN13 を持って入ってもらいます。なぜで？ただでさえぎゅうぎゅうな中にさらに日本一のボディービルダーポパイちゃんを入れても N13 は壊れないのかという検証をしてもらいます。そうか、確かに、まあ、通勤通学の時にパソコン持っていく人もいるから。確かに大事ですよね。朝のなんかもうすごいよ、混雑してばぎゅうぎゅうだから。都内はそうですよ。そんな中で壊れてたら心配よね。そうですね。ではとりあえずノブは N13 をバックに入れて。バックに入れる。本当にいいんですね、これ。どうぞ入れてください。やりますよ、大丈夫ですか？すごい。出勤前の準備をお願いします。これちなみに壊れたら弁償ですからね。怖いです。自腹で。いくらですか、これ。自腹が。怖い、じゃあ、こんな、ペラペラのバッグで大丈夫ですか？やばいね。ペラペラ、こんな装備で大丈夫？ちょっと心配になるよね。前閉めて。閉めてね。ではこれからポパイちゃんと一緒にスタジオの外にね、ちょっと出勤してもらいたいと思います。基本はね、本来満員電車だったらこっちでね、こっちで行こうね、本来はね。みんなはね、みんなこっちで行きましょうね。でも後ろ、全部後ろで行く。なるほど、オッケーです、わかりました。じゃあ早速いってらっしゃい。はい、じゃあお願いします。お願いします。ポパイちゃんお願いします。お願いします。行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。どうなっちゃうんだろうね。どうなっちゃうんだろうね。ね、満員電車作るってすごいよね。すごいよね。電車何線？なんだろう。イメージは。なんかでもちょっと緑色してたよね。緑色。そう、緑色してた。さっきちょっと見た時に。旧山手線みたいな。旧山手線。うん。友風はさ、満員電車とかってもう全然乗ってないと思うんだけど。いや最近乗ってない、あんまり車移動が中心だからね、最近は。以前はよく乗ってたよ。え、そうなんだ。うん、まあ学生時代とかはね、電車通学だったから。じゃあもみくちゃにされたことあるんだ。大変だった。ほら、押し込んでこうやって駅員さんに押し込んでもらって、はいはいはい、乗って、扉が閉まるときにちょうど閉まるところに指が挟まっちゃって、はいはい、え、嘘。ポンと、でもう出血してずっと扉が開くまで血がダラ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 垂れたまんま、いや通学したりなんてことも日常茶飯事だったよ。すごい。そうでしょ。すごいデストピアだ。怖い、怖かったよ。怖いよ。お、どうかな、準備できてるかな、うん、準備できてるって。あ、ほんと。じゃあ、うん、嘘。え、嘘、なんで嘘ついたの。適当に言っちゃった、もう。でも耐えきれなくて、ごめんね。耐えきれなくて。あ、準備できた。できた。ナブ、ポパイちゃん、準備大丈夫？できてるよ。できてる。到着してるよ。はい、できてるよ。あ、すごい。すごい圧です、もうすでに。満員電車じゃないのにすごい圧です。確かに。じゃあ改めて言うんだけれども、ノブ、これはとっても大切な案件だから、粗相がないように任せて。絶対守りきるから俺が。よし、守りきって。絶対守りきるからこれはね。はい、よし。それではN13& ノブが挑戦、満員電車ぎゅうぎゅう検証、よーい、スタート。どうなの？でポパイさんがいるから、ポパイさんを縦にすればいい。そうですね。ポパイさんを縦にすればいい。すごい、胸、胸筋がめっちゃ揺れてる。胸が電車で揺れてる。電車の振動がすごい伝わってる、胸筋に。
なんか肝心な動画、動画来まーす。最悪だ。もう最悪だ。うわ、やばい。やばい。あー、ちょっと。始まった。いらないじゃないですか、俺。やばい、なにこれ。右カーブ、右カーブ、右カーブです。触られてる。お尻触られてる。すごい。番組の偉い人からなんか下っ端まで全員総動員だ。ハラスメントがやばい。右カーブが、右カーブがやってきました。なめてエレメント。誰やってくれてんの。見えない、もうノブリンが見えない。左、左カーブです。左カーブがいる。待って、ラビ大丈夫か。急停車いたします。急停車いたします。ラビが大丈夫。ラビがどいたら裸になっててほしい。はい、右カーブ中。あ、何の状況さ、これ。これ何の時間ですか。これは何ですか。ポパイさんが、僕パソコン持ってないですけど。ポパイさんがぎゅうぎゅうされて、僕全然パソコン持ってないですけど。辻井くん焼けた。辻井くん焼けたね。ということで、え、なんか何これ。はい、じゃあ終了ということで、どうなったこれ。はい、では関西さん、関西さん、ちょっとあれ、林くん、どうする。もう中がもうぐちゃぐちゃになってるかもしれないよ。あ、嘘。あんだけもみくちゃにされてたら。いや、やばかったっす。関西、僕めちゃめちゃなんかまさぐられてました。ダメだぞ、こら。ダメだぞ。だから守れてると思いますよ、これは。ちゃんと見て。じゃあね、あのノブとポパイちゃんは戻ってきてほしいかな、一回。オッケー。うん、ちょっと白くなってます。そうそう、ちょっとあの野郎のカスが。そうそう、なんか汗なのか分からない。白くなる。ちょっとそうする。あ、じゃあこれはごちゃごちゃなったってことだね。すいません。じゃあ緊張するね。もしかしたらさ、中がめちゃくちゃになってたら、どうしよう。どうする？なんか真っ暗になるかも、一回番組が。ね、宣伝なのにさ、心配だよね。ね、心配だね。割と。タンクトップの男性陣にあんなに囲まれることもないもんね。ないよね。 あれ怖いね。ね、ちょっと怖いよね。ね、圧もあれだけど匂いも怖いよね。おかえり。ただいま。あれ、ポパイさん来ない。ポパイさんはもう出番が終わったんじゃない。でも終わったんすか。え、ポパイさん、ありがとうございました。ありがとう、ポパイちゃん。いや、守りきったんですけど、ということでね、僕のお尻をずっと触ったのは林 D でした。ダメだよ。ダメだぞ。どうぞ、お尻の方が壊れちゃってたらどうするの。僕のお尻が壊れたらどうすんだ。どうだ、どうだ。よし、じゃあ N13 が本当に大丈夫だったか、電源つけてみようか、ノブ。あ、そうだ。怖い。あ、やばいよ、もうつかない可能性。見た目は大丈夫ね、とりあえずまずは。割と押されてたよ。見た目大丈夫です。大丈夫。見た目大丈夫です。はいはい。どうだ。頼む。軽い。うわ。うわ、ついた。守りきりました。すごい。あの圧に耐えた。本当だよ。ひどかったじゃん、ぎゅうぎゅうで。ねえ。はい。匂いは大丈夫？あ、もういい匂いです。匂いも大丈夫。匂いも大丈夫。わ、すごい優秀。優秀です。匂い大丈夫。いい子いい子。大丈夫だ。嫌だったね、かわいそうにね。かわいそうに、ごめんね。ね、ごめんね。守りきったからね、ポパイさんと俺でね。守りきったからね。ということでね、やっぱ軽くて丈夫でバッテリーも長持ちするっていうことが分かってね。はい、ね、2人でも仕事とかね、するときにもしかしたらね、使う機会がいっぱいあるかもしれないよね。めっちゃあるよ、俺。書き物とかもよくやるからさ。そうだよね。そうそう。執筆活動にもいいよね。ちょうど欲しいと思ってたんだ。あ、いいね、いいね。しかも軽い12時間っていうのもまたいいですよね。そうなのよ。めちゃめちゃ使うじゃないですか。ね。カフェ行ったりとかして。よかった、なんか今回これ。あ、そうですね。我々だからその使い方もね。なんか無責任に宣伝するわけにもいかないから。本当ですよね。ちゃんと使ってみて、後日またね、今後も使い心地をちょっと発表したいもんね。そうですね。大事ですよ。プロとして大事ですよ。プロとして自分の欲望とかじゃなくてね。そうですよね。そうそう。心からのコメント、責任感として。確かに。うん。お願いします。すごいです、お願いします。よし、じゃあということでね、はい、N13 の凄さが分かったところで、うん、次のパソコンも気になると思うから紹介するのも。確かに。うん、では続いては今年の夏に新発売された NEC ラビの最新パソコン、ラビネクストリームインフィニティの紹介なんだもん。こちら、ポチポチ。わ、これがいいね。ね、かっこいいよね。これもいい。何？インテルが導くゲームの世界。そう、そうなの、そうなの。ゲーミング PC？ なんとですね、このネクストリームインフィニティは第13世代インテル Core i7 プロセッサー搭載で、ゲーミングもできる高性能フラグシップモデルなんだもん。めっちゃいいじゃん。めっちゃいいよね。俺もよくゲームするから。そうだ
だよね。そう、ちなみにフラグシップというのは、うん、メーカーが提供する製品の中で最上級品という意味なんだって。そう、看板商品ってことね。そうだね、確かに。なんかラビの史上最高峰の性能を兼ね備えたノート PC なんだもの。すごい、もうほぼほぼ関さん見えないごめん、装備が高く飛びすぎてさらに、はい、こちらゲームをサクサク動かす高性能グラフィックボードや高い負荷の作業にも耐えられる高負荷稼働時の冷却システムも搭載したスペシャルモデルなんだよ。熱くなりやすいからね。そうだよね、うんうん、そうなのそうなの。だからその冷却もしっかりしてくれるっていう。そうかそうか、そうなので、高いスペックが求められる重たいゲームとかもあると思うんだけど、はいはい、快適な動作でサクサク楽しむことができるんだもも。あ、じゃあなんかゆっくりになっちゃったりとかっていうのもだいぶ避けられるってことね。そう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 、重たくても大丈夫ですね。うわー助かるわ。そうそう、そしてそんなラビネクストリームインフィニティにはもう一つ最大の特徴があるんだけど。何？なんだと思いますか？なんだ、買うと100万円キャッシュバックじゃない？これ最高ですね。ねいくらなんだそもそもいくらなんでしょう確かにで、コメントではどうかな、みんななんかみんななんかなんだろう、だみんな他に何か最大の特徴あると思う？ベンツがついてくるなんいいねベンツ、ベンツ、うん、なんかな、あ、でも冷却いいなとか、あ、いいな、うん、来てます ね、 ね、お高いんでしょって書いてある。あ気になるよね、うんうん、そうなんだ、熱ね。あ、でもゲームね、みんなやると思うしね、そうだね、今ね、やっぱゲームやる子多いよね。なんだろう、なんだろう、教えて教えて、なんだろう。じゃあ、それがこちら、見てね、フリー。どういうこと？というね、アバターアプリ。そう、アプリが標準インストールされてるんだもん。すごい、アバターが作れちゃうってこと？あ、気になる、気になる、気になる。なんとこのアプリ、誰でも手軽に VTuber になれるアプリなんだもん。わ、やりたかったんだよ、VTuber。あ、そうなの？そう、やりたかったんすか？やりたかった。じゃあノブ、まずアプリを起動して、うん、実際に VTuber になってみようか。お、なるんだ、俺も VTuber に。これだ、デビュー。じゃあ教えるね、はい、まずデスクトップでアイコンがあると思うんだけど、ダブルクリックしてもらいます。はい、OK、しました。そうすると手順2でね、カメラを設定したいと思うから、ね、ちょっと待ってね、少々お待ちください。カメラの以上ね、ここで今ね、おお、美少女、そう、美少女が出てきたところで、うん、右上のボタンから設定画面を開いてもらいます。こちら、そうで、開いてもらうと、そのフェイストラッキングっていうのとリップシンクっていうのがあるんだけど、それを開始にしてもらいます。ね、わあすごい、口がちょっとあって動いちゃうんだ。あ、もうなんかちょっと動いてない？ちょっと、そうで、ウェブカメラのアイコンをクリックしてカメラを次に調整してもらいます。はい、はい、その右側にあるめっちゃなんかウェブカメラのアイコンを顎なんだし、顎を上げてるね、クリックして挑発的な顔はい、うん、を押します。で、そしたら口や顔を動かして動作を確認してみましょう。はい、どうかな、どうかな、あ、ゆっくりいったかな、なんかお口開いたよ、あーって開けてみて、あー開いた、開いた、開いた、いい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 、どうかな、あー、いいね、動いてる、動いてる、あ、動いてる、動いてる、あ、よし、もうちょっとこうした方がいいかな。あ、なんか下に見つけたよ。もう一回、もう一回リセットしてみようか。あれ、犬の糞が落ちてるな。あ、アフレコ。ついに。あ、来た。来た。小首をかしげたぞ。かわいい。あ、かわいいね。かわいい。ということでね、今ね、それを見てもらったところで、はい、今回はこの見てねフリーを使ってもう一つ企画をやってみたいと思うだもも。おー、何？それがこちら、トモカズ VS ノブ、どっちが VTuber に向いてるか対決。イエーイ、イエーイ、イエーイということで、声優がね、はい、これから何がどうなるかわからない時代です。 なので、VTuber の練習をしてもざっくりして何がどうなるかわかんない時代です食いっぱぐれちゃうのか、何がどうなるかわからないから、この世界は、はい、
なので、うん、VTuber の練習をしてもそうはないはず、うん、ということで、うん、2人にはネクストリームインフィニティを使って VTuber として様々な質問に答えてもらうんだけど、はいはい、超可愛い美少女になりきって答えてもらいます、うん、オッケー、ね、よし、その受け答えを見て視聴者さんのアンケートでどっちが VTuber に向いているかっていうのを決めてもらうだもまーす。はーい、よし、じゃあ別室にセッティング済みのネクストリームインフィニティがあるから移動しましょう。OK、移動しまーす。はい、うん、行くね。うん、じゃあ視聴者バイバイ、じゃあ視聴者さんはどうかな、準備できてる？できてる、できてる。あ、2人の声が聞こえてきた、準備、うん、あ、うん、よし、ということで準備ができたところでいよいよ美少女 VTuber にご登場いただくだもも、それではお願いします。どうもどうもみんなこんにちは、こんにちはということで、まずは自己紹介を順番にしてもらいたいと思います。はい、はい、ではともかずから激川 VTuber として自己紹介をお願いします。はい、どうも、はじめまして、下町育ちの22歳アンダーよしえです、よろしくお願いします。よしえちゃんアンダー、アンダーって呼んでください。アンダー、アンダーアンダー、下町で、アンダー下町、はい、アンダー下町、よしえちゃんです。はい、続きまして、はい、激川 VTuber として自己紹介してください。ナブン、どうも、夜遊びみです。どうも、ピチピチの15歳くらいです。どうもこんにちは、はい、はい、躍動感があるところがいいところです。そうよ、あんたでも15歳この時間に働いちゃいけないんじゃないの？私の世界では人間界の37歳が15歳だったりします。よし、首がすごいことになってます。はい、あ、首が、首がすごい、私も私も揺れが止まらない。あ、これは同じアンダーさんと同じだわ。これは二人が言ってるってことかな。すごい、じゃあ、あれ、どっか行っちゃってる。じゃあ今から質問していくから超可愛く答えてくれよな、うん、ということで視聴者のみんなも聞きたいことがあったら、うん、さらにコメントで教えてね。ということでまず質問していきたいと思います。最初の質問はこちら。休みの日はいつも何してるんですか？あ、私から答えてもいいですか？じゃあ、アンナちゃんから。はい、あの自動販売機の釣り線のところを漁ってます。お金って大事だからやっぱり。なるほど、ね、そういうみんなのなんかそういう忘れ物とかを見つけて交番に届けに行くのが趣味です。えらい、交番に届けに行くんだ、えらい。そうなんですよ。ちなみに何円玉が好きなの？500円玉です。玉では、玉の中ではやっぱ500円が一番好きなの。玉の中では500円が好きなんだ。500円、札の中だと1万かな。万札が好きだな。万札が好きなんだ、うん、ありがとう。万だけにね。よし、じゃあ遊びみちゃんだよね。遊びみちゃん、遊びみよ。遊びみちゃんは、うん、私は人間が大好きだから人間観察してます。お、人間、ごめん、もう一回いい？私は人間が大好きだから人間をずっと観察してます。人間観察が好きなのね。満員電車で、この人こういう感じの人なんだっていうのをずっと見てます。おしとやかだ、かわいい。よっしゃ。じゃあ続いての質問は、自分の一番のチャームポイントは何ですか？私のチャームポイントは、うん、このここどこ、どこか教えて。つむじつむじつむじのグラデーションがチャームポイントです。つむじのグラデーションがチャームポイントなんだ。はい、あ、みんなに見てほしいです。ここにお水をいっぱい塗ってもらうと元気になるのだ。カッパなんだ。シリコ玉抜いちゃうぞ。カッパだったんだ。 すごい。お前のシリコ玉と500円玉いっぱい集めるんだ。シリコ玉貯金してます。はい、シリコ玉貯金をして、積み立てなるべく買い物するときにシリコ玉が出るようにして、で、帰ってきたらシリコ玉を全部貯金だ箱に入れるんです。シリコ玉貯金してるんだ。うん、現実だ。なるほど。見て、つむじ見てるよ。み
こんなにみんなにつむじを見そんなに見られたらおかしくなっちゃう。自分で見せたのに。あとこの顎の下のところのがチャームポイントです。この顎の下のこの、あのこの下、ここは首の付け根のところがチャームポイントです。綺麗なグラデーションが入ってるでしょ。確かに見てよ、こうやってやるとあの顎のラインが綺麗になるんで、かわいい。基本いつもあの人が見てない時はずっとこうやってやってます。よし、ありがとう。じゃあ、あそびみちゃん行こうか。そう、どこがチャームポイント？私はまずこの髪の毛のキューティクルがとっても素敵なの。でも見て、これ見える？この下の方、どっちかというともっと下の方見てほしいんだけど、なかなか見えない。なかなか見え、本来下すごくなってるのよ、これ。本当だ！これ多分アンダーは見えると思うんだけど、すごい。下の方のグラデーションがすごくて、このなんか髪の毛がなんかずっとおっぱいのところにサワサワってしてて、チャーミング。じゃあそこはチャーミングじゃないの。違うの。うん、このバサバサして、で私の髪の毛とってもいい香りがするから、それをみんなに振りまいているの。でさらに見てここ。これかわいい、 この触覚かわいい、この触覚で満員電車で悪い人がいたらその人を突き刺すの。かわいい、えいってするの。すごい、ね、それ生えてんのね、刺さってんじゃなくて。あ、そうなの、刺さってるの、共有するの。ブーメランが刺さってるわけじゃないのね。これを持って武器にするわ。なるほどね。よし、じゃあね、ここからは視聴者のみんなからの質問をしていくね、二人にね、うん、じゃあまず二人は彼氏はいますか？あんまりいません。あんまりってなんだろうな。あんまりってなんだろうな。少しだけです。少しだけいるんだ。少しだけ彼氏です。どういう人が好みなの？なんかあのまともな価値観を持ってる人。ちゃんとしてる。うん、さすがシリコ玉貯金する子は違うわ。うん、そう、あとあそういうあの無駄毛処理をちゃんとしてるかを見てます。大事だね。清潔感のある人が好きなの。あ、なるほどね。うん、よいちゃん、遊びみちゃんは？私は私を応援してくれるみんなが彼氏。わー、さすがだ。彼氏。でも逆に言えば、私を応援してくれない人はこの刺さってるブーメランみたいなやつを突き刺すの。なるほど、なるほど。えいって。あ、私を見てくれない人はブーメランで。ダメだぞってやっちゃうわ。なるほど、なるほど。ありがとうございました。では次の質問ね、視聴者さんの質問ね。ええ、ソビーの好きなところはどこですか？ソビーの好きなところは、何？あれじゃん。ソビーの好きなところは一番悩んでないんだけど。ソビーの好きなところは敵腹。どこが好き？質問。ソビーはどうソビーの好きなところ色。あ、黄色。うん、黄色が好き。お、黄色って、うん、たくあんの色でしょ。なんか元気が出るたくあんの色を見ると。あ、たくあん好きなの？あとターメリックが好き。うん、ターメリックの色。なるほどね、ソビーのターメリックみたいな、タクアみたいな色が好きなんだ。そう、ありがとうだママ。あと侵入禁止のところの黄色も好き。なるほどね、うん、ちょっと注意しろみたいなとこね。そう、わー、ありがとうだママちゃん。あざみちゃんは？あざみちゃんは？ソビーさんは丸々、としてて、とっても美味しそうなところ。おっおいしそう。ジビエが好きなの。そうなの、かわいいな。黄色っておいしそうだよね。まるまるとしてみかんみたい。あ、ちょっと画面暗くなった。なんか急に画面暗くなった。背中のところについてるやつもあれでしょ、血でしょ、血染めな。血で染まってんだよね。帰り血です。アンダーさん、言っちゃダメですわ。帰り血なの。そんなこと言っちゃダメですわ。はい、ということでね、2人ともありがとうだママ。はあ、ということでね、質問は以上になります。ということで、はい、ここからは、VTuber にどちらが向いてるかというのをアンケート
ことしたいと思います。なのでやったー。そう、じゃあみんなね、 A 岡本信彦、 B 関智一、どちらに向いてるかアンケートスタート。始めます。 VTuber、 VTuber やります。じゃあね、スタートしてる間に2人はスタジオに戻ってきましょう。だこの自分だっていうことを全く隠してちゃんと VTuber やりたいよね。そうですよね。そう、そうバレないように。はぁ、面白かったね。ということでね、2人が今ね帰ってきてくれてるからね。なんかさ、短い時間だったけど2人すごいキャラ濃かったね。すごい裏設定あったよね。シリコ玉貯金してたりとかさ、うわあとそうブーメランで攻撃するとかさ、かわいい。あ、おかえり美少女の二人。楽しかった。楽しかった。うん、心がもう美少女になっちゃいましたね。ね、やりたい。番組で作ってほしい、なんか。あ、じゃあ作ってください。お願いします。そう、いいね、いいね。我々のね。その時はさ、どんな感じのやつやりたいの？美少年とか美少女とか。ちゃんとやりたい、なんか。あ、ちゃんとかっこいいキャラクターを。あ、かっこいいキャラクター。いや、かっこいいかわかんないけど、うん、なんか好き、お、自分でなくやりたい、なんか。あ、自分を隠して。はいはいはい。そうそう。いいね、楽しそう。年齢設定とかってどうする感じ、うん、どんな感じがいい？どんな感じがいいんだろうね。まあ、そのキャラクターにもよるかな。ああ、そうですよね。うん、でも僕一緒に考えていきたい、なんか、ね、あ、考えたいですよね。なんかそう、フォーマットとかありそうですよね。なんとかシート、キャラクターシートみたいなのちょっと作ってみたいな。そうだよね。ちゃんと作ってくれるんでしょ、なんか専門の方がいて。らしいですね。そうみたいだね。僕もちょこっとだけ作ったことあるんですけど、すごかったです。はい。なんで女の子になるの楽しいなってでも思いましたね。いいよね。やっぱ自分の中にあるじゃん、そういう部分って。ちょっと。でもうちの事務所とはまた別に、あのその YouTuber の事務所に所属して、そう、そっちはそっちで二足のわらじで。なるほど、本格的な。ちょっと挑戦してみたいな。なるほど、バレるまでみたいな。バレるまで、そう。バレたら終了ぐらいな感じ。バレたくない。だからもう機械の力でもう、あ、ボイセン使ってみたいな。圧倒的に違くしてもらって。でもそれ楽しそうですね。そう、まあ、俺たちやったらバレそうじゃない。なんかちょっと僕はカスカスの声なんですよ。いや俺もよ、なんかのタイミングで、あーって なっちゃうから。なっちゃうかもしれないですね。よくお二人とも集計が終わったみたいなので、はい、はい、結果を見てみたいと思います。たもも、それではこちらVTuber やったー。実際が向いてますね、やっぱ。やった。でもまあ僅差、僅差ですね。僅差ですね。イエーイ、イエーイ、はい、これで、あれですか、パソコン獲得ですか、いいですか。どうだろう、どうだろうな、違うんですか。そういうものではない。どうだろうな、くれない、くれないですか。どうだろうな、後で聞いてみよう。はい、聞いてみましょう。はい、ということでね、そんなネクストリームインフィニティには、実はさっきちょっと話に出てたんだけど、うん、ボイスチェンジャーアプリもインストールされてるから、そう、じゃあ本当になりきれるんだ。そうなの。やってみたい。なんでそれを使わせてくれなかったんだよ。いや、それはこんな深夜に高い声出して、ね、大変でしたよ我々。あえて2人の美少女声が聞きたかったわけ。なるほど。そうなんだもん。で、実際はそれを使ってもっと、うん、そうそう、スムーズにやることもできるわけだ。できたんですね。そう、なのでみんなはね、ぜひ試してみてねと思います、うんうん、はい、で、VTuber ラビ、初めての VTuber で検索すると使い方のホームページが出てくるから、はい、それを見ながらやると分かりやすいと思いました。もも、助かる。じゃあね、ということでね、2台のパソコンを紹介してみたんだけれども、2人ともどうだった？いや、これも本当に初心者でもなんか扱いやすそうで、うんうんうん、高スペック PC を探してる人に本当おすすめですよね。そうです ね、うん、ね、僕もね、ゲームね大好きなんでね、うんうん、もうなんかこれむしろ持って帰りたいぐらいな。持って帰って、持って帰りましょうよ。持って帰っていいですか？うん、あ、もう大事にしてくれるなら大事しますし、うん、ちゃんとゲームもサクサクできて、さらにですね、うんうん、こうやって VTuber にもなれるなんて、これ夢のようだよ。楽しいですよね、うん、はい、構成の差実感いたしました。はい、よかったよかった。そしてね、最後に大事なお知らせがあります。なんと NEC が番組視聴者のために特別なキャンペーンを開催してくれたんだもの。これから言うクーポンコードを入力すると、いい、 NEC ラビウェブストアでラビ N13 とラビネクストリームインフィニティが 15% オフになるんだもも。15% も。いやー、嬉しい。遊びに来ちゃった。出てきちゃってる、出てきちゃってる。そのね、クーポンコードがこちら。ででん。そのクーポンコードは NAK355258EBHF ということで、期間は10月15日までとなっております。なので詳細は NEC ラビ公式 X をチェックしてね。はい、ということです。では一旦 CM。 たももも
インテル入ってる。